狩野ノ川台風は1958年9月26日に伊豆半島に接近し、翌27日に神奈川県に上陸して静岡県伊豆地方と関東地方に甚大な被害をもたらした台風である。特に伊豆半島狩野ノ川流域での水害による被害が顕著であったことからこの名称が付けられた。 カリノ川台風の進路図1958年9月21日に、グアム島の東海上で1008ミリバールの弱い熱帯低気圧が発生、西に進み、21日3時に台風22号となった。台風は、しばらくは、中心気圧986から987ミリバール程度の弱いものであったが、22日午後に進路。 北西から次第に北に帰るとともに急激に発達し始め22日15時から24日3時までの36時間で中心気圧は104ミリバールも深まった23日9時には960ミリバール同日夕刻には930ミリバールとなり24日13時30分には中心気圧877ミリバールが観測されているこれは 当時、台風のみならず、最低気圧の世界記録であり、1973年の台風15号で875ミリバールが測定されるまで破られなかった。現在は1951年の統計開始以降、4番目に低い中心気圧の記録となっている。また、中心付近の最大風速は100メートルに達し、 直径1 5キロメートルの極めて明瞭な台風眼が見られた。この時撮影された写真は台風の目の典型として多くの書籍に掲載されている。その後、台風22号は25日も猛烈な勢力を保ったまま北に進んだ。この台風の最盛期は非常に長く、中心気圧が900ミリバール以下であった期間は概略で48時間に及んでいる。 しかし26日になって日本本土に接近する頃になると急速に衰え始めた。当時の天気図では9月26日9時の台風22号の中心気圧は900ミリバールと表記されており仮の川台風の天気図として以後そのままこれが引用されているが後の解析によればこの時すでに台風は935ミリバールに衰弱していた。 台風22号は進路を北北東内市北東にとって26日21時頃に中心気圧955ミリバールで伊豆半島の南端をかすめ27日0時頃に神奈川県東部の鎌倉市付近に上陸したがその時の勢力はさらに衰えて960ミリバールであっただが日本付近に横たわる終前線を刺激し 東日本に大雨を降らせている。27日1時には東京のすぐ東を通過、6時には三陸沖に抜け、9時に宮城県の東の海上で温帯低気圧になった。低気圧は速度を落として東北地方沿岸を北上、28日未明から午前にかけて北海道の南東部沿岸を進み、29日9時に 千島列島の南東沖で消滅した。台風第22号によって、伊豆半島の狩野川流域で大規模な水害が発生したことから、気象庁はこの年の11月に狩野川台風と命名した。それまでにも、自然発生的に、室戸台風、枕崎台風、阿久根台風など、固有名のつけられた台風はあったが、狩野川台風は、 同時に遡って命名された東山ル台風と共に公式に名称が与えられた最初の台風である。狩野川台風は1951年の統計開始以降で死者、行方不明者数が3番目に、負傷者数が9番が目にそれぞれ多い台風となり、さらに台風による浸水被害は統計史上1位の件数となるなど、日本における台風の歴史の中でも、 記録的な被害をもたらした。この台風は東京湾のすぐ西側を通っており、これは東京湾に最も高潮を起こしやすい経路であるが、幸い、台風が急速に衰弱したことと通過時間が干潮時であったため、高潮の被害はない。また風も伊豆半島南端の色を先で最大風速37.8メートル。 伊豆大島で36.0メートルなどの観測例があるものの、やはり台風の衰弱もあって、風害も比較的軽微であった。仮の川台風が急に衰えた理由は、日本付近の上空に寒気が張り出していたためと考えられるが、それは台風を弱める反面で大雨の原因ともなり得る。実際、仮の川台風は、 記録的な雨台風となって、伊豆半島と関東地方南部に大規模な水害を引き起こした。いかにその状況を記載する。雨は25日から降り始めたが、台風と前線の影響で26日には豪雨となり、台風の中心が伊豆半島に最も接近した26日20時から23時頃が、 最も激しく、湯ヶ島では21時からの1時間雨量が1 2 0ト、mm、ルにも達し、総雨量は7 5 3ト、mm、ルに及んだ。この大雨のために、半島の中央部を流れる狩野川では、上流部の山地一帯で鉄砲水や土石流が集中的に発生した。天城山系一帯では、約1200カ所の山腹、軽岩崩壊が発生。 旧中伊豆町のイカダバ地区においては、激しい水流によって、山が二つに割れたほどだった。同時に、ところによっては深さ12メートルにもなる洪水が起こり、これが、仮野川を流れ下った。この猛烈な洪水により、川の屈曲部の堤防は破壊されて、広範囲の浸水が生じ、また途中の橋梁には大量の流木が堆積し、巨大な湖を作った後に、 ダム崩壊現象を起こして、さらに大規模な洪水流となって、下流を襲った。旧修善寺町では、町の中央にある修善寺橋が、同様の状態になり、22時頃に崩壊し、鉄砲水となって、多くの避難者が収容されていた、修善寺中学校が、避難者もろとも流出した。さらに、下流の大人橋の護岸を削り、 道町熊坂地区を濁流が飲み込み多数の死者を出した。この地区の被害が大きかったために、当時の首相である、岸信介が、ヘリで視察に来るほどだった。旧主前寺町の死者行方不明は462人以上。その他、旧大人町、旧中井津町など仮野川流域で、多くの犠牲者が出た。また、 中央競馬所属の重傷馬であったラプソデーも、休養中のオ,オヒトン戦にて反乱に巻き込まれ、なんとか命拾いした者の,の担当の馬邸が死亡している。仮野川流域では、派邸15箇所、決壊7箇所、反乱面積3000ヘクタール、死者、行方不明者853名に達し、静岡県全体の死者行方不明者は1046人で、 そのほとんどが、伊豆半島の水害による。仮の川台風の水害は、東京都を中心とする関東地方南部でも、大きかった。東京都建設局の資料では、床上浸水家屋123,626、床下浸水家屋3 4万4 0 4死傷者203としている。東京では死者、行方不明者が46人に至った。 東京の26日の被雨量は392.5ミ、mm、リメートルという記録的な豪雨で気象庁解説以来の値であった。浸水被害は0メートル地帯の広がる江東区、墨田区、葛飾区などのいわゆる下町だけでなく、大地上にあって水害は起こりにくいと思われた世田谷区、杉並区、中野区などの山の手でも大きかった。そのため別名、 山の手水害とも言われる。原因は、中小河川や水田など、以前は、降雨の排水口や、淡水池の役割を果たしていた土地が埋められて、住宅地に変わり、行き場のなくなった雨水が溢れたためで、山の手水害は1960年代には、東京の深刻な問題となった。世田谷区内では、入間川の洪水で逃げ遅れて孤立した、住民18人が、 当時人気俳優であった三船敏郎が所持していたモーターボートで救出されたというエピソードがある。また、帰宅で警視庁赤羽警察署の警部補、園部昭一が住民を救助中に土砂崩れに巻き込まれ死亡した。こうした大災害により東京都では初めて災害救助法が適用されている。また、給料地が多い横浜市でも、給料が 観測史上最大の二二百八十七点ミリメートルになり、崖崩れが多発し、傾斜地にあった住宅地などが大きな被害を受けた。これも都市化に伴う宅地の拡大によるところが大で、都市災害の一つと言える。カノ川放水路仮の川台風は、あらゆる方の水害を起こした典型的な雨台風であり、特に首都圏では乱雑な宅地造成により、 土砂災害の被害が多発している。そのため、宅地造成の規制が求められ、1961年6月の梅雨前線豪雨で再び、横浜など、傾斜地の大い大都市で大きな崖崩れ被害があったこともあり、62年に宅地造成等規制法が施行された。伊豆半島内陸部の度重なる高い降雨量による仮の川の氾濫に対処するため、 1965年7月に、鹿野川放水路が完成した。この放水路は、狩野川台風の前から建設が始まっていたが、狩野川台風の被害を受けて、水路の幅やトンネルの数が拡張された。また、被害が大きかった静岡県旧大人町、上島地区では、狩野川の流れを直線化する、上島都市水路の工事が行われた。 1958年は台風銀座と言われて、例年のように台風に襲われる九州、四国、紀伊半島への上陸台風は、8月の台風17号のみであり、7月の台風11号、9月の台風21号、台風22号が、いずれも関東地方やその近辺に上陸した。特に9月は、台風21号が18日に伊豆半島をかすめて、 関東に上陸200から300ミリメートルの降雨があり、その出水状態が完全に解消しないうちに、仮の川台風が襲って豪雨をもたらしたために大きな水害となった形である。当時東京ではおよそ30年周期で繰り返される降水量の減少期にあり、年間降水量は下降線を描いていたが、仮の川台風により1958年のみ、 突出して多くなっている。2012年5月3日には南岸低気圧の影響で天城山で期間降水量790ミリを観測する豪雨が発生した。ありがとうございます。